どうもこんにちは、アプリゲーム情報局のシーサーです。今日も動画を見ていただいてありがとうございます。今月もね、8月が終わるということで、今月8月はですね、ロジクールのね、ちょっとキーボードを買ったりとね、今月もですね、かなり、変化のあった月だったんですけども、皆さんね、どうお過ごしでしょうか。8月ということでですね、社会人の方はですね、お盆休みだったりとか、学生の方だとね、夏休みということで、結構8月はね、かなりスマホゲーム触れた機会が多かったんじゃないかなと思います。今回ですね、今月配信の本当に面白かった新作スマホゲームランキングを紹介していきたいと思います。今回のランキングなんですけども、僕自身がね、実際に遊んでみたゲームで、 App Store や Google Play のね、平均の評価をもとにね、ちょっとランキング付けしています。今回紹介するスマホゲームはダウンロードからプレイまで全て無料になりますので、説明欄にね、リンク貼ってありますので、もし気になったゲームがあったらぜひ遊んでみてください。それでは本日の動画始めていきましょう。まず最初に紹介するのはマイフレンドペドロになります。本作はですね、ある男が言葉を話すバナナペドロに助けてもらいながら弾丸の嵐を駆け抜けるガンアクションゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、 PC 版の有料ゲームが無料で遊べます。すでに Steam で配信されていた PC 版はね、2000円弱の価格がするんですけども、こちらスマホ版はですね、無料で遊べます。続いてですね、爽快ガンアクションが楽しめます。プレイヤーはね、武器と肉体を巧みに操作してね、空中で体をひねりながら両手の銃で敵を狙い撃ちしたりね、シンプルな操作と描画ながらも、戦闘シーンはド派手なアニメーションで迫力あるガンアクションが楽しめます。それ以外にもですね、新感覚なガンアクションが楽しめます。一般的なガンアクションと違ってですね、こちらマイフレンドペドロはね、バイクに乗ってスリリングな逃走劇を繰り広げるダイナミックなシーンを楽しめたり、弾丸が降り注ぐ中を疾走するスピーディーな展開を楽しめます。またですね、初心者の方でも遊べるようにね、戦闘中にスローモーションをね、使用すれば、その状況でいかにうまく動けばいいかね、考えることができます。次に紹介するのはミルフォーニーになります。本作は東洋ファンタジーの世界で、壮大な美麗な世界を冒険できる MMORPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、無課金者に優しいゲームシステムでね、プレイ時間が多いプレイヤーほどキャラクターが強くなります。こちらミルフォーはね、装備品の強化以外にもですね、キャラクターの体質や特性に影響を及ぼす修行だったり、敵を倒すことでね、経験値や様々なアイテムが入手できてね、冒険を進めることでね、誰でも強くなれます。続いてですね、独自の傾向アクションを楽しめます。一般的な MMORPG はですね、走る、飛ぶ、登るといったアクションしか遊べないんですけども、こちらミルフォーはね、どんなに高い地形でもね、独自の傾向アクションを使用することでね、軽々飛び越えることができますね。またですね、空に飛ぶこともできたりとね、本当にね、制限なく自由に冒険できます。それ以外にもですね、クロスプレイで友達と一緒に協力して遊べます。こちらミルフォーはね、 iOS と Android のスマホゲーム以外にもですね、 PC でもゲームが遊べるんですけども、デバイスのね、垣根を越えてね、一緒に協力して遊べます。次に紹介するのは乃木坂的フラクタルになります。本作はですね、プレイヤー自身がプロデューサーとして歴代の衣装や楽曲を用いてライブを行います。メンバーの成長などのプロデュースを通して、プレイヤー独自の乃木坂46を作ることができるプロデュースゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、自身の推しで乃木坂46をプロデュースして 3D ライブを楽しめます。こちらはね、ライブが舞台となってね、編成したメンバーでパフォーマンスを競い合います。ライブを行うことでね、育成ができますね。メンバーはね、経験を積むことでアピール力が上昇したり、経験値を手に入れたり、ランクアップすることができます。本当にね、自身の推しをセンターにできたり、自分だけの夢の乃木坂46を作ることができます。ちなみにね、こちらのゲームはね、時間がなくても遊べます。プレイしていない間もオートで進行してくれるのでね、放置してる間も成長してくれます。続いてですね、本作限定フォトとムービーを楽しめます。乃木坂46の全メンバーが完全撮り下ろしの写真と動画がたくさん楽しめます。またですね、ライブで披露される機会が少ない貴重な衣装姿が見れます。それ以外にもですね、スタイルとコーデを本格的に楽しめます。自分の推しのメンバーを多彩な衣装に着せ替えできます。制服衣装やジャージまで多数の衣装姿を楽しめます。シューズやマイクなど細かい装飾品の着せ替えもできます。自分だけの推しを作ってみてください。次に紹介するのはメカアリーナになります。本作はリアルタイムでメカを操縦して5対5のシューティングメカバトルゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、ロボットを操縦してマルチバトルが楽しめます。
こちらメカアリーナはですね、5対5のチーム戦をリアルタイムで遊べます。身近な友人だったり世界のプレイヤーとね、ランダムマッチで新しい仲間と戦うことができます。ランキング報酬や実績を得ることでね、無料で多彩な報酬が入手できます。続いてですね、本格ロボットバトルを簡単操作で遊べます。誰でも狙って撃つだけのシンプルな直感的な操作で遊べます。かなりプレイヤースキルが勝敗を左右するんですけども、練習することでね、誰でもプレイヤースキルが伸びてバトルに勝利することができます。それ以外にもですね、メカを自由にカスタマイズできます。本当にね、メカアリーナはロボットを細かくカスタマイズできます。ベースになる機体を選ぶだけでなくてね、バトルに持ち込む武器もカスタマイズできます。武器はね、グレードアップして強化することもできます。ちなみにカラーリングも自由自在なのでね、本当にプラモデルを作ってるみたいにね、自分だけのメカを作り上げることができます。次に紹介するのは東方弾幕神楽になります。本作はですね、東方プロジェクト公認のリズムゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、簡単ルールとシンプル操作で東方とリズムゲームが同時に楽しめます。ゲームルールと操作はね、シンプルなリズムゲームですね。3種類のノーツーをタイミングよくタップする簡単操作とシンプルなルールで遊べます。またですね、リズムゲームでは珍しいオート機能やスキップ機能があるので、音楽だけ聴きたい時に使うと便利そうですね。続いてですね、人気東方アレンジ楽曲を大量に遊べます。フラグメンツやカラクリドールなど東方界で超有名な楽曲が多数登場します。それ以外にもですね、東方人気絵師の方が書き下ろしするイラストを楽しめます。こちら東方弾幕神楽はね、リズムゲームに加えてですね、可愛く描かれた書き下ろしイラストが楽しめます。本作のね、イラストを手掛けている方は東方界で超人気の絵師の方でね、春場ネギさんや神谷優さんなど人気絵師の方が描いています。最後に紹介するのはマーベルフューチャーレボリューションになります。本作はマーベル初のモバイルオープンワールドアクション RPG ゲームです。そんな本作、どのようなゲームかというと、本作はですね、プレイヤーがスパイダーマンやアイアンマンなどアメコミヒーローになって、果てしない広大なマーベルの世界を自由に冒険できるオープンワールド型の MMORPG ゲームでですね、実写風の 3D キャラに加えてコンシューマーゲームに劣らない映画のような迫力あるアクションバトルが楽しめます。3次元の空間をフル活用してですね、地上でも空中でもバトルを楽しめます。各エリアのヒーローたちと交流して様々なミッションを楽しみましょう。それ以外にもですね、ソロプレイ以外にですね、友達と一緒に協力できるマルチプレイも遊べます。続いてですね、原作を完璧に継承した新しいマーベルユニバースの誕生ですね。マーベルの世界のヒーローとなって作り上げる心躍るストーリーが体験できます。様々な場所に隠された原作オマージュミッションでマーベラスの世界観を楽しめます。オメガフライトの一員となり、コンバージェンスにより滅亡の危機に迫った地球を救いましょう。それ以外にもですね、各パーツごとの自由度の高いカスタマイズまで自分だけのヒーローを作成できます。映画やアニメ、漫画、既存のマーベルのゲームでは見たことのないですね、様々な姿のヒーローたちに会うことができます。マーベルコミックスから映画に登場するコスチュームまで、今まで見たことのないコスチュームを組み合わせて自分だけのコスチュームを作ることができます。こんな感じでね、今日は今月配信の本当に面白かった新作スマホゲームランキングを紹介しました。少しでもね、参考になれれば幸いです。今回紹介したスマホゲーム以外にも、皆さんのね、おすすめスマホゲームをぜひコメント欄で教えてください。こちらのチャンネルはちょっとした隙間時間に遊べれるスマホゲームだったり、夏休みや冬休みなど長期休みにがっつり遊べれるスマホゲームまで、スマホゲームをたくさん紹介しています。またですね、公式 LINE では新作のスマホゲーム情報や事前登録情報を定期的にプレゼントしているので、もしよかったらね、公式 LINE も登録してみてください。それではまた次回の動画でお会いしましょう。アプリゲーム情報局のシーサーでした。バイバーイ。Side by side, our fears are done. All the good.